はい、こんにちは、116インズです。今回はちょっと残念な話をしていきます。皆さんの中にもこのニュース聞いておそらく驚かれた方も多かったと思いますが、ブレーブスの外野手マーセル・オズーナが現地時間5月29日に家庭内暴力の容疑で逮捕されたことが明らかとなりました。オズーナはこの事件が起きるつい数日前のレッドソックス戦で三塁にヘッドスライディングした際に指を骨折してしまいまして、故障者リストに入っていました。完治まで最低でも6週間はかかるということで長期離脱となったわけなんですが、そんな離脱している間にこんな事件が起きてしまったのは残念でなりませんね。警察が通報を受けてオズーナの自宅に駆けつけたところ、ちょうどオズーナ本人が彼の妻の首を掴んで壁に叩きつけたところを警察官も目撃しまして、その場で逮捕ということになったそうなんですが、本当に何をしているんだと言いますか、さすがに警官の前でそんなことをやってしまったのはちょっと擁護もできないですね。MLB も今回の件についてこれから調査を行うようでして、オズーナが所属するブレーブスも MLB が定める DV に関するポリシーを全面的に支持する旨の声明を出しています。オズーナといえば日本のファンの間ではマーリンズ時代にイチロー選手とチームメイトでしたので馴染みのある方も多いかと思います。当時のマーリンズはオズーナ以外にもスタントン、イエリッチと優秀な若手の外野手が揃っていましたが、2017年オフにその外野陣が解体となるとオズーナはカージナルスへトレード。そこからもバッティングでそれなりの結果は残してきましたが、スタントンやイエリッチのような大型契約はなかなか手が届かず、昨年は1年契約でブレイブスに加入していました。するとこの年 NL でも DH が導入された恩恵を受けまして、バッティング面でキャリア最高の1年を送ると、短縮シーズンの60試合すべてに出場しリーグトップのホームラン18本を記録。NL の選手としては史上初の最優秀 DH にも輝きました。そしてオフに再び FA となると、ブレイブスと4年総額6500万ドルの契約を結びまして、ついに念願の大型契約もゲット。ブレイブス打線の中軸としての活躍に期待がかかりましたが、ただ今季はここまで48試合でホームラン7本、 OPS も6割台といまいち波に乗れていません。そんな中でのこの家庭内暴力発覚ですから、転落は突然やってくるものですね。オズーナの家庭内のトラブルは今回が初めてではなく、昨年の6月にも同様のことがありました。もっともこの時暴力を振るったのはオズーナではなく彼の妻でして、パーティーで口論となったのがエスカレートし、石鹸皿をオズーナに対して投げつけ、警察の捜査の末妻が逮捕されるということがありました。この時のオズーナの怪我は大したことなかったようですが、2年続けての家庭内のトラブルですから、まあ、人の家族の話ですのでとやかく言うつもりはありませんが、少なくとも何らかのすれ違いが起きるのはたびたびあったのかもしれません。ただ今回オズーナはプロ野球選手という社会的な地位がありながらこういった事件を起こしてしまいましたので、当然ながらただ逮捕されて終わりではなく、 MLB から何らかの処分を受けるのは間違いないと思われます。というのも MLB は近年家庭内暴力に対して厳しい姿勢を見せています。こちらが2018年以降家庭内暴力を原因として出場停止となった選手の一覧ですが、実に8人もの選手が出場停止となっていますし、また試合数もそれなりのものとなっています。最も直近ですと3月に FA のリリーフピッチャーサム・ダイソンが今季いっぱいの出場停止を言い渡されていますが、オズーナについてもこれから MLB が調査を行い、さまざま事情を考慮して実際に出場停止とする試合数を決めることとなるでしょう。それが例えばウリアスのように20試合程度で済むのか、はたまたダイソンやヘルマンのようにシーズン半分、シーズン全部出場停止となるのか、どちらになるかは分かりませんが、ブレイブスとしては今季オズーナがプレーできないというところまで頭に入れてこれから動く必要が出てくるかもしれません。オズーナは今季不調ですが、そうは言っても実績のあるバッターですから、これはチームにとってあまりに痛手です。ブレイブス外野陣の打撃成績は今こんな感じです。ライトのアクーニャジュニアは文句なしオールスタークラスの成績を残していますが、インシアーテの調子がなかなか上向かず、で本来オズーナが入っていたはずのレフトについては今ギエルモ・ヘレディアが入っていて結構というかかなり頑張っていますが、一方でヘレディアもホームランを除いたインプレージの打率である BABIP が4割8厘と異様に高いので、さすがに運に恵まれている感も否めません。これから調子を落とす可能性もあるでしょう。トッププロスペクトのクリスチャン・パチェが近々怪我から戻る予定ですが、彼も離脱前はそこまで調子は良くなかったので過度な期待は禁物でしょう。ブレイブスは昨年あと1勝のところでワールドシリーズ進出を逃しましたが、今季もコンテンダーとして十分地区優勝を狙えるだけの戦力は揃えていますし、そういった補強もオフにしてきました。ただ今のところチームは24勝26敗と負け越しており、明確に強いチームがいない NL 東地区では2位ですが、さすがにオズーナを欠いたままでは厳しいですし、なんなら出場停止の内容次第ではプレーオフにも出られないという可能性もゼロではないでしょう。
そうなると今後もヘレディアを使い続ける必要に迫られますが、さすがに彼をレフトのレギュラーに据えて戦い続けるわけにもいかないでしょうし、もし今季もブレーブスが上を目指す戦いをするのであれば、オズーナを埋める中軸クラスのバッター、それも外野手の選手はできれば夏のトレードデッドラインまでに確保しておきたいところではないでしょうか。個人的にはブレーブスが狙うんじゃないかと思っている選手2人が次の通りです。まず1人目、オリオールズのトレイマンシーニですね。大腸がんを克服して今季復帰したスラッガーですが、 FA まで残り1年半となっていて、オリオールズの現状からして残しておく理由もないでしょうから、見返りも期待できるこのタイミングで動く可能性はあるんじゃないかと思っています。今季マンシーニはファーストしか守っていませんが、うまいとは言えないものの、一応レフトとライトの経験も MLB でそれなりにある選手です。病気のせいもあってか、開幕してすぐの時期はちょっとブランクを感じるような内容が続きましたが、5月から一気に調子が上がりまして、現地時間5月30日の時点で5月の OPS が9割9分3厘、完全に復活したと言ってもいい内容で、42打点も AL3 位、あれだけの病気を乗り越えてすぐに打っているのはお見事ですね。ブレイブスでもチームのクリーンアップは十分担えるだけのバッターなんじゃないかと思っております。ただマンシーニで気になるのはホームとそれ以外の成績差でして、オリオールズの本拠地は非常に打者に有利な球場となっていて、マンシーニもその恩恵を受けてホームでの OPS も10割を超えているんですが、敵地では OPS7 割台ですので、トレード後が少し心配なところではあります。オリオールズほどではないにせよ、ブレイブスの本拠地も打者有利な傾向にはありますので、もしかしたらそこまで気にする必要はないのかもしれませんが、一応頭には入れておいた方が良いかもしれませんね。もう一人はマリナーズのミッチ・ハニガーですね。ハニガーはマンシーニよりかはトレードの可能性が低いと思っていますが、こちらも FA まで残り1年半で、チームが外野のトッププロスペクトを複数抱えていること、また短めの契約延長もおそらく期待できなさそうなので、トレードの可能性はゼロではないと思っています。ブレイブスはかねてよりハニガーに興味を示していて、マリナーズがチーム解体に舵を切った2018年のオフなんかは特に話が出ていた印象がありますので、今回また話は出てくるかもしれません。ハニガーはここまでマンシーニを上回るホームラン14本を記録し、またマンシーニとは違い、こちらはバリバリの外野手ですので、ブレイブスのニーズにはハニガーの方がフィットするんじゃないかなと思っています。またハニガーはホームとアウェーであまり成績の差がなく、なんならアウェーの方が成績がいいぐらいですので、シアトルよりは打者有利な環境のアトランタで大暴れするのも期待できそうかなと。問題はマリナーズが手放すかどうかの一点でして、マリナーズは今季それなりに勝っていますし、また来季コンテンダーとなるのであれば、ハニガーを残すという選択を取っても全く驚きませんので、ブレイブスは相当いいパッケージを用意する必要がありそうなのが難点でしょうか。ブレイブスはこれから様々動いて、このオズーナの穴をどうにかしなければなりませんが、話を彼自身に戻すと、やはり残念でなりませんよね。去年のブレイブス打線、オズーナを含めてアクーニャ、フリーマン、ダーノーあたりのつながりはプレーオフを見ていても非常に強力で、かつ迫力がありましたし、それでオズーナも活躍がようやく認められて、大型契約も手にすることができたわけですが、そういった活躍を台無しにしかねない事件です。これから詳しい調査が行われて、その背景なども明らかになるでしょうが、もしオズーナ側にやはり問題があったとなれば、個人的にはとてもがっかりしてしまう、そんな事件だったかなと思いますね。今後の調査結果を待ちたいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。